こんにちは、日本空手道会の中尾です。本日の方は八方所の方を行います。どうぞご覧ください。反撃する前提でね、打ち受けかけてね、はい、もうここに相手がいるね、中段にね入れてかけてから相手の手首を掴みます。だからこの手首使ったやつは下に、下に、ここ。では相手が近づいてくる、重心が落ちてくるそこに対して。でしっかり重心を落としてくると顔が落ちてきますので結果的に上段に当たるイメージがありますが、形は自分の胸の水月の前にしっかりと肘が出るということですね、こういうイメージになります。打ち受けからかけて、この時はまだ掴んでないですね。かけて手首のところで打てるね、で近い距離ですからしっかり膝を上げて蹴りを入れる、ね、この落とす時に体重と手首を持って落とす、ね、で肘を上げる、こういう長さだから、ここからかけての形はここから重心をしっかり自分の前屈になるタイミングでしっかり下下ですね。だからよくたまに後ろとかすくい受けのようなイメージでね、イメージ持ってるんですけど、肩がいるんですけど下下ですね。でこれに対して肘当てを合わせる。このタイミングが一致しないとポンポンじゃなくて相手を落とすと同時にね、肘が決まってないといけないので、これが全部一致するタイミングですね。はい、でこれを打ち受け、肩では立ち方は打ち八立ちになってますが、まあ、これは立ち方は英語らせに結構です、ね、かけて押します、ね、はい、でこの距離感を覚えてください。相手ここに、ね、ここに中段蹴り入れるっていう話なので、どれだけしっかり膝を上げないとっていう話ですね。
はい、中段蹴りをしながら今受けた手かけ手を手首を掴んで下にしっかり体重をかけて引きます。ドン落とす、ね、それに合わせて肘当てをする、はい、っていうなんですね、はい、中段蹴りがきます、ね、で中段蹴りがきます。横受け、ね、でこれも近いですね、近いですけどここに対して中段、ね、きます。でまだ手で決まればいいですけど反撃いきました。これに対して突き受けの要領で、この突きを防御して打っていくんですね。肩で2連突きがある時の大体分解では1本目は突き受けで解釈されることがほとんどです。それ相手の突きに対して自分の突きで防御しながら反撃した。で、2回目が2回がほとんどですので、これはもう2連突きが来たらそういう分解があるなというふうにイメージしておいてください。もう一度蹴りが来ました。四股立ちの習い横向け蹴りね、先ほどからやっているこの小手押し、もう一回おさらいはしておきますが、ね、これ両方受けの解釈でいきます、ね、腰から裏受けですね。で中段に対して裏受けなのでしっかり肘を中心に回す、ね、それを小手で今度は下段の方に、次反対の手でこうできたのを受け流しの要領で受け、ね、まあ、実際これで押してやる、相手がもうこの不自由な状態になって反撃ができない、ね、この状態にして押したということですね。から中段に対して下に押さえておいて、最後ですね、ここですね、あ、続きますけど、どこでっていう話ですけど、まあ、やっていきますね。はい、上段にね、いきます、ね、下がって、上段なし、ね、肩では一歩出てますけども、基本的には相手が続けて攻めてきました。ね、上段突きが、ね、これを一歩下がって上段突きですね。でこの距離ですけどここから蹴りがきます。それを後ろ足を下げて転身しながら押さえる上段突きがきます。上段突き、ね、ここでしっかり受けておけばこの点死んでます。これを外側で外して一旦、まあ、これで決まってるんですが、まあ、仮にまた続けて相手が来た、蹴りが来ました、ね、突きが来ました、さっきやった、ね、っていう、ね、まあ、最後のところは言っても大丈夫かと思いますが、自分の手を振ります。はい、上段来ましたね。で上段刺して一歩出てきてさらに来ました。ポーチ、ね、この距離ですけど蹴りが来ました。しっかり刺して上段突きました、ね、これを横払いで払って、ね、ここまで切ってもいいですね。で仮にまだ上位が続いてきます。下がってで突きが来た。こういう分解に左足引いて上段刺して、はい、これもね刺してもう一回確認ですけど手首のところを受けても相手全く
バランスも崩さないし剣も死なないですね。肘のところをしっかり押してあげることで剣も知るし相手の体勢も崩れやすい。この位置しっかり距離感も覚えておいてください。はい、一歩踏み込んで上段に引き一歩下がって上段の小位置ね。はい、ね、こっからすぐに蹴りが来ましたっていうことで腰を下を落としてくださいね。はい、で上段突きを、みんな意外と腰高いですはい、横払い、はい、反撃。あ、特にあの蹴りを蹴れる交差受けなので肩でもそうですけど、高い前屈で交差を蹴ったら入ってね、普通に多分入る。でこれを腰を落としてここのスペースを潰してあげてるんですね。潰してあげてるね。これで入ってこない、ね、じゃ肩もこの表現をしてもらわないと普通で見たら多分あれ蹴り入っとるぞみたいになっちゃうね。これだけじゃね、強い蹴りが来てるのをしっかり落とす。重心を落としてスペースを潰してあげる、ね、そういうのもこの蹴りを受けることでしっかり一緒にしてもらえるということですね。はい、帽子を区切って構えて、さあOkay.